いします。小池知事の定例記者会見を始めます。冒頭知事からお願いいたします。まず、昨日発生しました京都での京都アニメーションの悲惨な事件でお亡くなりになられました方々のご冥福をお祈りしたいと思います。またの事件に巻き込まれた方にはお見舞いを申し上げたく存じます。まず冒頭一言。そして、今日はですね、5点ですね、お伝えすることがございます。最初の方、少々長くなりますけれども、ボリュームがございますけれども、今後の重点政策の方針でありますので、まずここからお伝えをしたいと存じます。まず重点政策2019でございます。私は知事に就任いたしましてから次年度に向けた政策展開の基本となる大きな方向性、そして検討すべき事項を重点政策方針といたしましてお示しをしてまいりました。で、今日はですね、この度策定いたしました重点政策方針2019について、これまでの東京とこれからの東京という視点を交えましてお話をしていきたいと思います。まず世界第2位の経済大国でありました日本ですが、平成の30年間で残念ながら国際的な地位が大きく低下をいたしたという残念なファクトがございます。少子高齢、人口減少社会、そして第4次産業革命への対応の遅れ、これらがあって今後、これはですね、今後の、致命傷になりかねないと考えております。で、私はこうした大きな危機感を持って都政運営に当たってまいりたいと考えております。危機感を持って当たってきたし、またこれからも、このより大きな危機感を持ちながら都政運営に当たっていきたいと思います。そこでまず申し上げたいのは、都市の活力の源泉はやっぱり人であります。で、私はもうご存知のようにこれまでも人に光を当てて人とのつながり、東京そして日本との確かな成長へ、人と人とのつながりをベースにしながら成長へとつなげる、そのために全力で取り組んできたところであります。で、これまでの実績とするならば、例えば就任時に8466人いた待機児童の問題ですが、集中的重点的に対策を講じました結果、今年の4月には約3700人と、2年間で約3900人、約5000人が削減となることに数字で示されております。で、人に焦点を当てまして、国や他の自治体に先駆けて新たな条例も制定をしてまいりました。いわゆる人権条例については LGBT への理解、そしてヘイトスピーチに対する規制を定めて、オリンピックが掲げております人権尊重の理念の実現を図ったところであります。次に受動喫煙防止条例、こちらは従業員のいる飲食店は原則屋内禁煙など、これは国を上回る基準を設定したところであります。で、来年4月には全面施行になりますけれども、現在、飲食店や区市町村などへの支援の展開をいたしているところであります。それから子どもへの虐待の防止などに関する条例につきましては、保護者による体罰の禁止、相談体制など虐待防止に向けた取り組みの強化をいたしました。それから無電柱化の推進条例でありますけれども、災害時には人命を守り、景観の向上にもつながるというのが無電柱化の推進条例の柱でございます。都道への電柱の新設を原則禁止とするとともにですね、新たな基金の設置も行っております。それから人と動物の共生社会を目指すという観点から、これまで犬猫の殺処分ゼロの実現に向けました取り組みを推し進めまして、昨年度には目標1年前倒しで達成することができたということでございます。それから持続可能な東京とするためには貝より始めようということで、その精神でもってこの来月8月から都庁の第一本庁舎、こちらですね、ここで供給される電力を 100% 再生可能エネルギーへと切り替える、いわゆる RE100 というものであります。
で、これそれぞれ の、 あの取り組みの種を植えてまいりました。水をやってまいりました。だんだんとそれが育ってきて花が開きつつある。で、このように実感をしているところであります。で、この花を大きく美しく咲かせるということで東京の未来を彩ることができる、まあ、そのためにも立ち止まってはいけないと考えております。社会が絶えず変化している。その中で手を緩めることなく次なる戦略を立てる、そのことが重要だと考えております。で、そこで、重点政策の方針2019に基づいて来年の東京2020大会の成功、そしてその先の東京を明るいものにするための未来への投資を効果的に進めていきたい、このように考えております。で、未来への投資に向けましては、こちらに C がダダダダ、目の検査ではありません、 C が並んでおりますけれども、チャンス、チェンジ、チャレンジ、チェック、コミュニティ、チルドレン、長寿、この7つの C の戦略的視点からの検討を進めてまいります。これを 7C 東京と名付けていきたいと考えています。 5G ではありません、 7C であります。で、一つ目のチェンジでありますけれども、まあ、前回1964年大会は社会に大きな変革をもたらしました。そして現代の成熟社会の礎を築いたのが、あの前回の東京大会でありました。で、東京がさらなる飛躍を遂げられるように、この東京2020大会をチェンジ、チャンスといたしまして、国際競争に打ち勝つための未来への投資を積極的に行ってまいります。で、2つ目がチェンジであります。ビッグデータ、そして AI、そのベースとなるのが 5G でありますけれども、その活用は経済発展と社会的な課題の解決、これらを両立させる可能性も秘めております。時代先取りした意識改革で最先端の技術を積極的に導入活用いたしまして、都民の生活の利便性を高めて東京の持続的な成長につなげてまいります。で、3つ目はチャレンジであります。我が国の女性活躍をとりましても、まだ先進国で最下位のレベルであります。女性は社会の最大の未利用エネルギーだということをずっと私申し上げてまいりました。こうした状況を打破して新たな時代を生み出すことにチャレンジをする、そして誰もが正しくて暮らしていける社会の実現に、つなげていきたいと考えています。4つ目はチェックであります。私は知事に就任してから情報公開、そして予算編成の見える化など東京大改革を進めてまいりました。で、その取り組みはただ未だに道半ばと言わざるを得ません。で、そこで、手を緩めることなく東京大改革をさらに推し進める。そのためにはチェックをする、その視点からメリハリのある行政運営、財政運営を行っていきたいと考えています。で、今申し上げました、4つの C については、まあ一種都政の姿勢、そしてまた理念を示したものでありますが、7つの C の後半の3つは政策面からの C になります。まずコミュニティ、地域ですね、人は学校、そして企業、地域社会、それぞれ自らの居場所を見出して暮らしているわけであります。長寿化、そして価値観の多様化、また東京で働く外国人も大幅に増加しております。そういう中でダイバーシティの観点からも、こうしたみんなの居場所であるコミュニティを育てていく、で、さまざまな人々が共生する社会を実現をしていき、その政策を作っていきたいと思っております。チルドレンであります。出生数の減少や児童虐待、引きこもりなど未来を担う子どもたちをめぐる課題というのは大変複雑化、そして多様化しているのはご存知の通りであります。そしてそのどれもが我が国の将来を脅かす深刻な問題でもあります。だからこそ未来を担う子どもたちを育んで明るい未来を紡いでいく、そのための施策を積極的に展開をしてまいります。最後が、長寿であります。日本は世界有数の長寿国でありますが、これを誇りとして、そして人生100年時代を誰もが生きがいを持って、居場所で元気を確保して元気に活躍できる、まあ、そんな東京を実現するためにさまざまなサポートを行っていくと、
ということで、これら、足早にご説明いたしましたけれども、合わせまして7つの C、 7 C 東京、この視点からあらゆる施策を見つめ直し、これまでにない発想、また切り口で新たな施策を生み出していきたいと考えています。で、来年度の予算編成に入るわけでありますけれども、これらを見据えまして、2020年に向けて重点的に検討すべき事項を示して、お示しをしたいと思います。まず東京2020大会、いよいよ来年に迫りました。この2020大会、東京大会を成功に導いて、レガシーを作り上げるということがあります。そして最先端技術を活用してソサエティ 5.0 の実現に向けた施策の具体化、そして東京の喫緊の課題に対してスピード感を持って政策を展開をする、そして一つ目の柱でいたしまして、総力を挙げて東京2020大会を成功に導いて、それを価値あるレガシーとして作り上げることを通じて、活力にあふれる東京を実現をしてまいりたいと考えます。スポーツを楽しめる都市の実現や、ボランティア文化の定着、バリアフリーのまちづくり、そしてスムーズビズの推進による新しいワークスタイルの確立、それから、今年はこのような、涼しい夏ではございますけれども、いよいよ本番の暑さ対策によります快適な都市環境の実現を目指してまいります。2つ目の柱が最先端技術を活用して、ソサイエティ 5.0 の実現に向け、さまざまな施策の具体化を進めていくというポイントであります。例えばキャッシュレス、マースなど、東京版のソサイエティ 5.0 に向けた社会実装であるとか、都庁をデジタルガバメントとして作り変える取り組み、その基盤となります 5G ネットワークの早期構築など、さまざまな取り組みを進めてまいりたいと考えています。そして3つ目の柱でございますが、東京の喫緊の課題に対して、今年度の予算編成の柱が、何度も申し上げていると思いますけれども、都市力の強化、人と人とをつなぐ、そして稼ぐ東京、この3つの観点がございましたが、この同じ3つの観点、それをスピード感を持って政策を展開をしていくということであります。都市力の強化についてはハード、ソフト、その両面から災害に強く快適な環境が整ったサステイナブルな都市の実現に取り組むということであります。例えば東京マイタイムラインを活用した災害への体制強化、ゼロエミッション東京の実現、などなど多面的な施策の展開ということになります。次に私がいつも政策の中心に添えているのが、人と人とをつなぐということでございますが、こちらについては、結びつきを、人と人との結びつきを深めて、誰もが生き生きと活躍してチャレンジできる、都市の実現に向けて取り組んでまいります。で、子どもというのは自ら伸びる育つ力を持っているわけで、こうした東京の未来を担う、子どもさんたちを社会全体でサポートする、そして結婚や出産、子育てまでの切れ目のないシームレスな支援を推進をしてまいります。それから加えまして、就労支援など社会人生活のサポートや、人生100年という長寿時代において、高齢者が安心して暮らして活躍できる環境づくり、居場所づくり、一人一人のライフステージに応じた重層的なサポートを展開をしてまいります。そして女性が当たり前に活躍できる社会や、障害者、外国人が安心して暮らせる共生社会づくりなど、幅広い観点から人と人とをつなぐ政策を進めてまいります。それから稼ぐ東京でありますが、イノベーションの力で生産性を高めて、国際競争に打ち勝つ、成長を続ける都市の実現に取り組んでまいります。ようやく最近理解されるようになったかと思いますが、 ESG 投資などを通じまして、国際金融都市としての地位の向上、中小企業の稼ぐ力の強化、イノベーション創出に向けた戦略的、集中的な取り組みで都市としての稼ぐ力を高めてまいります。ということで、本日公表いたしましたこれらの重点政策方針を踏まえて、まず来年に迫りました
東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けた予算、そしてそれを支える組織体制、しっかりと編成をしてまいります。そして2040年代を見据えまして、大きく変化していく社会の中で東京の未来を切り開いていくための長期戦略の策定を進めてまいります。非常に多岐にわたりますけれども、詳細の方については政策企画局、財務局、総務局にお尋ねいただければと存じます。長くなりましたけれども、来年度の予算編成とそれからその先に向けた、視点などについてお伝えをしたところであります。2つ目の項目に移らせていただきます。スムーズビズの推進期間がいよいよ始まります。来週の月曜日から、スムーズビズ推進期間が始まり、その取り組みについての改めてのお知らせになります。まずチャレンジウィークとして位置づけているのが7月の22日からの1週間、そのうち中でもですね、24日と26日のこの2日間については交通規制を伴いました交通混雑の緩和に向けたテストを行います。で、高速道路などにおけます流入車両数を調整するなど、交通システムのマネジメント、これ TSM と呼んでいますけれども、これを実施をいたします。で、都心部の交通量を抑制するために、高速道路の都心方面への本線、本線料金所の11箇所において夜中の0時から24時まで、終日ということになりますね。開放レーンの数を絞った運用を行います。それから晴海入り口など合計4箇所の入り口につきましては終日閉鎖となります。で、一般道におきましても環状7号線で、こちら環状7号線、午前5時から正午にかけまして、都心方向への信号調整によります青の時間をこの短縮を実施をいたします。で、次に高速道路でありますけれども、交通状況に応じて実施をする対策を行ってまいります。で、交通混雑が発生しやすい箇所で交通状況をモニタリングをいたしまして、圏央道の内側の50箇所を対象にして、一定の交通量を超えた時点で必要に応じて段階的に閉鎖する取り組みを実施をいたしてまいります。で、これらのトライアルにあたりましては、すでにご案内しております通り、都民の皆様や道路を利用する皆様へテレビやラジオ、そして案内看板、ホームページなど、さまざまな媒体を活用いたしまして、交通情報などをお知らせをさせていただきます。で、このスムーズビズの推進期間についてつきましては、混雑する時間帯は可能な限り車の利用をさせ避けていただくと、そして車を利用される方も、交通情報などをご確認いただいた上で迂回などの工夫をお願いをしたいということでございます。で、改めて事業者の皆様方のご理解とご協力よろしくお願いを申し上げます。また推進期間中に実施いただきました働き方の転換、そして物流の効率化など、スムーズビズの取り組みの中から優れた取り組みをされた方々につきましては、期間終了後に表彰をさせていただきます。8月の下旬から募集を始める予定で、スムーズビズのホームページで公表させていただきます。企業団体の皆様の意欲的な取り組みを期待をするところであります。これら24日と26日が特に肝になりますので、よろしくお願いを申し上げます。それから3つ目でありますが、子育て応援スペースの運行開始についてのお知らせであります。都営大江戸線であります。都営大江戸線における子育て応援スペース、交通局で現在新型車両の導入に合わせまして、車椅子やベビーカーをご利用の方々がより使いやすいように各車両にフリースペースの設置を進めております。で、このフリースペースを活用しまして、小さなお子様連れのお客様にも安心して気兼ねなく電車をご利用いただけるように、
大江戸線で、におきまして子育て応援スペースを設置をいたしました車両をの運行開始をいたします。でこの子育て応援スペースですが、大江戸線3編成のそれぞれ2箇所のフリースペースに設置をいたします。でこのスペースですけれども人気キャラクターの機関車トーマスと仲間たち、これみんな名前ついてるんですよね、で子どもたちはよく知ってる。でこの機関車トーマスと仲間たちを使用したこのデザインでもって小さなお子様には親しみやすくなると思いますし、また周囲のお客様にも分かりやすいデザインとなっているかと思います。でこのスペースを設置した車両の外側にもここがその車両ですよということを知らせるステッカー、子育て応援スペースですということを掲示いたしまして、外側からでも容易に分かるようにいたします。でこの子育て応援スペースを設置した車両の運行につきましては7月の31日水曜日から開始をいたします。で私もこのスペースを設置した車両に、見に行きたいなと思っておりまして、こうした取り組みを通じて社会全体で子育てを応援する機運の調整に努めていきたいと考えております。で続きまして、東京版イノベーションエコシステムの形成に向けた取り組み、エコシステムっていうのは大体生態系と訳すわけで、この生態系と企業とか産業とか一緒に作るとつけて、というのは最初は違和感があったんですが、私も最近はもうこのイノベーションとエコシステムっていうのは一体だと思うようにもなりました。で東京都では都内のイノベーションの活性化に向けた環境を構築するために、いわゆるイノベーションエコシステムの形成を目指しているところでございます。でエコシステムの形成については主なイノベーションの担い手となります民間団体などの主体的な取り組みを不可欠でございまして、都内において東京都では都内におきまして、このエコシステムの形成に取り組もうという民間団体など主な事業を実施エリアと合わせまして公募いたしました。で審査を経て応募のあった民間団体などから3つの協議会を、それからエリアを認定をいたしました。そのお知らせです。で認定の対象となりましたのは、まず大企業の集積に強みがあります大手町丸の内有楽町地区大丸湯といったところですね。それから渋谷クリエイティブや IT コンテンツに強みがあるのが渋谷地区、そしてこちら虎ノ門赤坂六本木ですけれども、こちらは外資系の企業の集積に強みがあるというこの3つのエリアであります。で今後等といたしまして、認定エリアの協議会に対して主に3つの支援を行ってまいります。まず産学官のプレイヤーを有機的につなぎます人材、これコミュニティマネージャーとカタカナで言ってますけれども、この派遣をいたします。次に都の社会課題の解決のために実施をする共同プロジェクトを成功へ導くための人材、これまたカタカナではケースオフィサーと呼びますけれども、この人材を派遣をいたします。さらに海外のプレイヤーを巻き込むということから、プロジェクトの成功事例を積極的に国内外へと発信をしてまいります。また今年の6月に国から発表されました世界に伍するスタートアップエコシステム拠点形成戦略、これも踏まえながら進めるということで、国内外の企業にとりましては魅力的なビジネス環境を構築するということにつながります。戦略政策情報推進本部で進めておりますので、そちらの方で詳細をお聞きいただきたいと存じます。それからこれ最後になりますが、ラグビーのワールドカップ2019でありますが、いよいよ迫ってまいりました。そこで改めて夏の間の機運醸成の取り組みを進めてまいります。そしていよいよ今週末から夏休みが始まるということで、この夏休みの期間中を活用してラグビーワールドカップ2019日本大会の開幕に向けた最後の盛り上げ、100日前イベントでお披露目したんですけれども、カウンターボールの PR 動画を制作をいたしましたので、そちらからご覧いただこうと思いますが、7月の下旬から新宿駅の西口広場の大型デジタルサイネージ、
それから都営地下鉄のスタッドビジョン、それから京王電鉄の協力を得まして京王線車内などで順次放映をするものでちょっとご覧いただきます。ラグビーワールドカップが東京都にやってくる。ラグビーワールドカップにトライしよう。トライ東京。はい、ということで、今の動画に加えまして PR ポスターの提出も開始をいたします。すでにご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、第一本庁舎の1階正面、玄関の北側の工事囲い、仮囲いのところにビチャーっと貼ってあります。それから今後 JR の新宿駅であるとか京王線の渋谷駅、都営地下鉄線などにも掲出をしてまいりますので、お見かけの際はご注目いただきたいと思います。そこでカウンターボールですがこれ前にあれはどこだったかな、丸の内、でしたか、で行いましたカウンターボール、これでございますが、都庁の第一本庁舎の1階にも巡回をするので一人でも多くの方に触れていただいて、ワクワク感を共有したいとこのように思っています。これ現時点で17,094名で、ちょっと数を増やしましょう。落とすとね、またゼロに戻ってうまくぐるぐる回す。ありがとう、ご協力ありがとうございます、はい、でカウンターボールですけれども、ぜひ都民の皆さんにご協力いただいてこの盛り上げを進めて、ご自分もコミットしていただければ、もう押した、もう押した人はパス、はい、どちらでも結構です。あ、でも押した人はパスだよね、はい、お任せします、はい。でそれからですね、このカウンターボールに加えて、ラグビーワールドカップの優勝トロフィーっていうのはウェブエリスカップというので、前にもご紹介したことがあるかと思いますけれども、大会の開幕に向けて今国内を巡回していますこの優勝トロフィーを7月31日の水曜日に、都庁の第一庁舎の2階で展示をいたします。でその時にはニュージーランドの代表チームが試合前に行う例のハカっていうパフォーマンスがありますけれども、現地の高校生が来ましてそのハカも行いますので、ぜひいらしていただければと思います。それから東京国際フォーラムの招職も行います。8月の1日から、大会終了までの約3ヶ月間ですが、株式会社東京国際フォーラムの協力でラグビーワールドカップの PR 装飾を行います。結構目立つ場所になるかと思います。ご覧いただきたいと思います。それから7月の27日にはですね、日本代表にとりましては最後のテストマッチが始まりますので、これに合わせてパブリックビューイングも開催いたします。ラグビーワールドカップへの期待感一層高めていきたいと考えております。少々長くなりましたけれども、本日私からのご報告でございました。以上です。ありがとうございます。今月感謝の NHK テレビの奥野です。まず冒頭ありましたが、オリンピックについてお伺いしたいです。来週でオリンピックまでいよいよ1年というところになってきます。改めてこの残り1年に対する思いというのを伺いたいのと、あとこのスムーズビズの浸透定着に向けた取り組みについてで、その参加する企業数も増えているというふうに聞いていますが、例えばそのクールビズのように時間をかけて定着してきたものと違って、そのあと残り1年というところで、この短期間にその集中的にその普及啓発というのが必要なのかなと思うんですけれども、この推進期間活用されて、その多くの都民や企業に知ってもらうために、どのように工夫されていったというのも合わせてお願いいたします。はい、いよいよ来週の24日でちょうど1年前ということになります。まさにこの1年間最後の総仕上げの時期になるかと思います。で競技会場の整備につきまして皆さんもすでにご覧いただいているかと思いますが、3つの新規の高級施設が完成をいたしております。先日
完成いたしましたカヌースラロームの会場はすでに大変な人気でもう予約が埋まってしまっているということで、ラフティングなども皆さんに醍醐味を実際に経験されている方もいらっしゃるかと思います。このようにこの後はですね、それぞれの会場を活用してテストイベントを開始をするということで、あります。先日も私は国際フォーラムでウェイトリフティングが開かれますので、そこのテストイベントにも行って、まいりました。どこでウォーミングアップをするのかなどなど、細かい点などをチェックをさせていただくというそういうものでありますし、都といたしましても会場周辺における安全の確保や暑さ対策、それからシティキャストの運営などについて実際にそれをやってみることでいろんなことがチェックできるということであります。それからオリンピック観戦チケットの販売、聖火リレーランナーの募集などなど、都民の皆さん、国民の皆さんがですね、いよいよそれに実際関わっていただくということで、機運の盛り上がりは、いやが応でも高まっていくものだと思いますし、それをいろんな工夫をしながら、さらに高めていきたいと、このように思います。それから1年前のイベントにはですね、IOC のバッハ会長にもご登壇いただくこととなっておりまして、競技団体、それから会場の自治体の代表の方々など、関係者のお招きをいたしまして、オリンピック1年前セレモニーを行ってまいります。ということで、東京2020大会あと1年間、でございますけれども、しっかりと準備を重ねることによって、アスリートの皆さんには記録を、そうですね、記録、そして都民の皆さんには、国民の皆さんには、また参加、世界から参加していただく観客の皆さんを含めて、素晴らしい記憶に残るような、そのような大会にしていきたいと思い、準備に全力で取り組んでいきたいと思います。スムーズビズのその浸透定着という意味ではいかがでしょうか。はい、スムーズビズはまさしく今後これからの1年間に進めていく、ハードではないソフト面での対策の柱でもございます。今回この夏の時期、ちょうど大会の時期と合わせて行いますので、今先ほど申し上げましたように、コアとなる習慣を決めてチャレンジウィークとしつつ、また一番重要な日にち2日間でさまざまな試行を行っていきたいと思っております。まずこのトライアルの段階ではありますけれども、ぜひ皆様の方にもご協力、都民の皆様方にも企業の皆様方にもご協力いただいて、ここをこうすれば確実な、また安心できる、交通が確保できるんだなということを、皆さんと共にですね体感していきたいというふうに思います。そこもさまざま工夫を、技術的な工夫や、また交通のこの流れの調整っていうのは、ある種、経験を重ねた人の力も活用することになろうかと思いますが、そういったことからですね、スムーズビズについてはこの夏がまずは1回目の大きなトライアルになって、それをベースにしながら、ではどのような形にするのかということを、また関係者のそれぞれの皆さんと連携して進めていきたいと思っています。すみません、もう一点、冒頭でもありました京都のアニメーションの放火事件についてお伺いしたいんですけれども、33人が亡くなったというところで、このアニメというのがクールジャパンとして世界中から高く評価されていて、来年のオリンピックもその文化の祭典の意味合いもあると思います。大変注目される中での今回の事件なんですが、改めてそのあたり含めての受け止めというのと、何かこういう事件をですね、未然に防ぐといいますか、のために都としてできることや何か対策や点検などを行うお考えがあるかも含めてお願いいたします。まず冒頭申し上げましたが、
こんなに多くの方々がね、亡くなられるという火事としては大変大きな事故事件であり、まずはご冥福をお祈りしたいと思います。もうアニメが大好きで、そしてた、まあ、一生懸命仕事してらした方々がこのような形で命を奪われるということは本当にあってはならないことだと思います。それから世界のアニメファンの方々がクラウドファンディングでサポートをという運動は、それはすなわち日本のこのアニメに対しての世界の方々の思いがこもっている証左ではないかというふうに思っております。やはり日本のアニメというクールジャパンの代表格でありますが、ゆえにですね、ここからご冥福をお祈りすると同時にですね、安全の確保ということに努めなければならないと改めて思い出しでございます。で、実際に東京消防庁で、ガソリンによるこの今回ガソリンを、ガソリンスタンドから持って、そしてなんて言うんでしょうか、それを撒いて、大きな火事になったということのようでありますけれども、そこで改めまして東京消防庁の方で、都内でのガソリンスタンドを営業される事業者の皆さんに、今回のような事故などを防止するための協力を要請したところでございます。それら安全を確保するために必要な措置については適切的確にスピーディーに行っていきたいと思っております。ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社知事から指名されましたら社名とお名前名乗ってから質問してください。お願いします。日本経済新聞の秋山です。重点政策方針についてお伺いしたいんですけれども、これまで3つの指摘というふうに掲げられてきておりますけれども、それらのこれまで その、政策方針との連続性というのはどうなのかというのをまずお伺いしたいのと、あともう一点、これまでの東京でも触れられてますけど、これまでいろいろと発生した中で、その待機児童ゼロですね、こちらについて改めてですね、ここまでの進捗についての評価と、これから単純にこの数字をまた減らしていくということなのか、それとも中の質のところをまた解いていくようなことになるのか、その点を改めてお話を伺えていただけますでしょうか。本日お伝えした重点政策方針2019でありますけれども、今ご質問があった後者のように待機児童対策、これについてはですね、引き続き行っていくなど、基本的にこれまでのこの過去3年間で進めてまいりました政策は、これについては項目としても変わりません。そしてまた特に今回の待機児童対策を一つ取りましても、例えば今回の争点になっているのかどうかよく分かりませんけれども、教育の無償化等々、児童関係の施策がこれから国によって行われるということの、そういった流れなどを見ながら、待機児童対策もそれぞれの環境、そしてまた課題などを勘案しながら進めていくことになろうかと思っております。待機児童ゼロへというのは非常に大きな私の政策の一つでございます。数字については先ほどお伝えした通りでありますけれども、よりそれこそシステム、より環境が整うとですね、さらにお子さんをというご家庭もあろうかと思います。でもそれこそ少子化対策でもあり、多くの方々が望んでもなかなか子どもが育てられないというような理不尽さを、社会的な理不尽さを少しでも和らげていくということによって、人によって動いているこの首都東京をより活性化していきたいと、こう考えております。ですから最初申し上げた4つの C につきましては、基本的には
まあ、姿勢といいましょうか、切り口を改めて確認をさせていただいたところであり、 あと加えましての3つの C というのは、これは政策を主に強めていくというところ、そして今年度の予算もそうでありましたけれども、3つの柱については引き続き、この経過を見ながら、適切に、そしてまたより力を入れるところは力を入れて、予算編成に当たっていきたい、こういう整理とさせていただきます。東京新聞の石原美津、都の児童相談所の一時保護所で子どもたちの権利侵害があるとする意見書を第三者に出したことについて加えます。まずこの意見書への知事の受け止めと書かれている内容についてなんですけれども、長時間漢字の書き取りをさせるとか、グラウンド何周も走らせるなど、指導という名の下で罰を与えているという指摘もされています。これらの内容を都は容認しているということなのかなど、あと改善する予定があるのか教えてください。まあ、そもそも第三者委員会っていうのは、そういう外部の目を で児童自走の現状ということを確認、またチェックをしていただくということで、この第三者委員会の皆様方からのご報告というのは貴重なものだとこのように思っております。で、都は子どもの権利擁護、福祉サービスの向上を図るということから、まあ、全て平成28年度から全ての一時保護所で、外部評価を導入したところで、昨年度、それに加えまして4名の弁護士さんからなるこの第三者委員会を設置したということで、あります。まあ、さまざまな児童相談所やそれに関わって一時保護所などの環境の問題っていうのはですね、かねてより課題がある。だからこそ今回のように第三者委員会によって見てもらうということを進めてきた、その結果としてのご指摘だと重く受け止めなければなりません。で、集団生活を維持するためにはですね、まあ、現場は大変一生懸命取り組んでいるわけだけれども、そこは評価していただいている。ただ集団生活を維持するために子どもを管理することに重点が置かれて、権利侵害をできる限り少なくするという観点に欠けていたというのが、まあ、ご意見の中身でございます。で、すでに現場の職員と第三者委員会の意見交換を通じまして、まあ、それぞれのケースに応じた具体的な改善につなげるようにいたしております。まあ、こうやってですね、外部の評価であったり、今回の第三者委員会などのように、まあ、先ほど C の中にチェックを入れておりますけれども、このように見直しをすることによってより改善を進めていくということが必要かと思います。それから一時保護所についてはですね、入所定員のが増えたり、それから個室の整備や国の基準よりも手厚く職員を配置もしておりますが、夜間の見守り体制を強化するなど、職員のあと、それから職員の人材育成の体制強化など、さまざまな取り組みを行ってきているところではあります。で、一方でですね、子どもの権利擁護、そして保護所の運営などについて定めます、一時保護要領の策定に向けて検討しておりまして、専門家の意見も聞きながら今年度中に取りまとめていくということでございます。で、基本的にこの児童虐待が急増しているという残念な今の社会情勢、それで一時保護が必要な子どもたちに対応する必要が余計増えているということがその根底にあろうかと思います。それから保護所の職員が昼夜問わず一生懸命働いているということについては、先ほども第三者委員会の先生方にも評価をいただいているわけでございますけれども、数が増えているということと、それからこれまではその児童虐待と、それから非行というか子どもの方の問題と、その2つが今混在もして、まあ、これは前からもそうかもしれませんけど、そのあたりをですね、
対応の仕方をどのように適切に行っていくかなど、まだ今回の第三者委員会のご提言というのは、ご報告というのは、いろいろ示唆があるというふうに考えておりますので、改善に努めていきたいと考えています。朝日新聞の軽部です。あさって投開票される参議院選挙についてお尋ねしたいんですが、2週間前の記者会見ではこれだという争点が見当たらないとおっしゃっていたと記憶しています。この2週間で何かしらそのテーマで深まった議論などはあるとお考えでしょうか。また2週間前にですね、社会保障と安全保障、2つの保障というのを小池知事自身はもっと議論してほしいと述べていたと思うんですが、それらは果たして議論されたとお思いでしょうか。よろしくお願いします。いきなり評論会がありますけれども、あまり深まっているとは思いがたいですね。今ホルムズ海峡の話が出ていて、これなどは安全保障そのものですよ、国の問題ですよね。深まっているかというとノータッチじゃないですか。日韓の問題も今、これはどこまで深めるかっていうのは良し悪しもあるかと思いますけれども、これもなんか関係なく選挙は行われているように思います。社会保障について、これこそじゃあ、消費税、がですね8から10へということと、それをただ反対とおっしゃっているこの塊と、いろいろだと思いますけれども、じゃあどうするんだということについてですね、何か具体的なやり取りがあったかなって、テレビでのこのそれぞれ の代表の方の討論などでもなんか深まってないように思います。このままゴールインになっちゃうのかなと思いますと、今我が国は冒頭に申し上げたように平成の時代っていうのは残念な、この国としてもですね、残念な状況に、あるそのような数字が並ぶわけでありますけれども、そこをどう新しい時代に向かって、進めていくのかというのが、これをせっかくの機会にあまり論じられていない、これまでの平成と同じような延長線での選挙、もしくはそれよりもあまり議論に、が沸騰しているようにちょっと思われないという、そういう選挙ではないかというふうに思っております。よろしいですか。はい、今回投票率の低下なども懸念されますが、その無関心であることを、例えばテレビがあまり報じないとか、選挙を取り上げる番組の時間自体が減っているとか、いろいろと要因はあるかもしれないんですが、そういう論戦をこうしないことの原因というのは、どういったことにあると考えますか。そうですね、あまりこう盛り上げたくない人たちもおられるんじゃないか、このまま行った方がいいという流れもあるのではないかなと思ったりもいたします。より論戦がもうあとわずかではありますけれども、やはり国民生活にとって重要な課題が目白押しでございますし、国が置かれている状況というのもなかなか厳しい中において、その代表を決めるというのをこのままこの雰囲気で決めていいのかという話ではないかと思います。はい、じゃあ最後にさせていただきたいと思います。時事通信の真島と申します。重点政策方針のことに関してお伺いしたいんですけれども、都市力の強化の中で地方との共存共栄について触れてくださいました。具体的に言うと、その個別道府県のニーズを聴取し、フェイス2フェイスでの連携策を検討となっているんですけれども、今知事の中でどんなイメージを持たれているのか、少し解説をお願いいたします。それぞれ地方の皆様方のニーズであったり、それから得意な分野であったり、異なるかと思います。また災害の有無等々で条件が環境が違ってくるかと思います。
よって前から申し上げているように、例えば東京については購買力というものがあります、強みがあるかと思います。熊本の地震の後で熊本の産品をですね、東京の小売百貨店などの協力も得て、この東京の購買力でお手伝いをするとか、それからマイスなどで東京にいらした方々にその後福島に行っていただくとか、また福島については再生エネルギーでできた水素を選手村で活用していくということを一つのモデルにして、今後もそのようなお手伝いをしていくとか、さまざまあバリエーションはたくさんあろうかと思います。また全国知事会でもプロジェクトチームを立ち上げさせていただいて、私自身が座長を務めておりますけれども、日本中の木材を活用してですね、塀を作っていく、塀だけではあまり、これ日本中の塀が変わるとすごいことになるんですけれども、それもですね、一つ一つ東京におけるニーズをですね、ここは栃木の木材ですとかですね、これはどこそこの木材ですと、もちろん奥多摩の木材も活用しますけれど、そういった形で共存共栄っていうのを具体的に進めていければとこのように思っています。でそれによって特に木材については災害の原因にもなっていく、保水力を失ってしまった、そしてまた手入れのされていない森林に手を入れる、それを税金でやるっていうのではなくて、むしろ経済の原理で動かしていくということが、私は日本経済の健全な発展であり、かつ災害を未然に防ぐというそういうこのサイクルに入るんじゃないかというふうに思っております。よって地方創生っていうのは、文字通り、地方によってのカラーをどううまく生かすかということでありまして、中央政府でもってこれでいきましょうという金太郎飴のようなことをやっていると、むしろ地方創生には遠くなるというふうに思っております。以上、ありがとうございます。最後でした。